どうも、黒緑工房の白雪なしと、本部と、米玉と、青いムーブです。はい、こちら、後編パートになってます。なってます。はい。で、まあ、簡単に、どういう動画かっていうのを説明すると、うん、黒緑工房が2年ぶりに、はい、新しい姿を公開しましたよって。で、その姿を、公開するよりも前に、うん、友達の VTuber さんとかにお披露目してリアクションを撮ってもらうと、うん、はい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 、はい、そういう動画になっています。じゃあ早速見てもらいましょうか。せーの、どうぞ。はい、というわけで、どうも皆さん、音符です。今回僕の新規ビジュアルを見てもらうのは、はーい、セシルソリアです。ありがとうございます。楽しみ楽しみ、いや楽しみでしょ。もう絶対いいもん。ありがとうございます。まあ、僕とセシル・ストリアさんとの、まあ、関係性というか、あれはかれこれ15ヶ月、どんぐらいだ、15ヶ月前ぐらい。あ、でもそれぐらいですよね。だよね、もう長いね、1年以上。そっか、うん、なんでかわかんないんですが、裏で遊ぶ機会っていうのを作ってもらえてなんでかわからへんけどこうなってたっていう。で、なんでかわかんないけど、うんうん、もう初めから先輩って言われてたね。あ、そう、僕は彼のことを先輩って呼んでます。先輩です。はい、先輩です。で、二人であの、うん、セシオンっていう人気コンテンツ、あ、人気コンテンツ、そう、人気コンテンツのね、うん、我らがセシオン、そう、まあ、セシオンっていうねあのコンビでちょっと配信もさせていただいてるっていう感じの2人なんですけども、はいはいはい、まあ、僕だけじゃなくて、その黒緑工房、まあ、4人ともね、新ビジュを出すんですけど、うん、先輩にはあの僕のだけ、なん、いや、音符だけ、いや、そうなんですよ、申し訳ないですけど、見たかった、全体図、全体で、やっぱり4人の並んだ姿が一番見たいんだ。見ちゃう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 、出しちゃう、ここ、出しちゃうやっちゃうかな、怒られちゃうかな、どうせあの僕の新ビジュの予想ってどんなんやと思います？予想、ちょっと難、まあ、ちょっと難しいな、ちょっと難しいな。動きはつけてくるよね、多分動きは。おー、今なるほどね。ただなんか今、はいはいはい、今っていうか前からあるやつはさ、右手ただ差し伸ばしてさ、そうですね、そう、イケモンスターボールみたいな顔してるけど、そうですね、あのなんか出そうな感じありますよね、うん、手から。新しいビジュアル、いやー、多分音符はいたずらっ、こうだからニシシしてるんじゃない、なんかあの頭の後ろで腕組んじゃってニシシみたいな。あ、なるほど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 、ちょっと悪ガキ感ある感じなんじゃない。そうですね、確かに僕のこの性格的なとこで言うと、クソガキ、ちょっとこう、え、あれなんだ、おやんのか、おやろ、ちょっと止めろ、おい、止めろ、早く見せろ、収録止めろ。あ、すいません。まあ、そんな感じのちょっとこう生意気そうな、で、動きのある、で、ちょっとこう表情にししししてるような予想っていうわけで。そうかなぁ、そんな気がすんなぁ。じゃあ、楽しみすぎるな。見せちゃおうかな。うわ、もう？いや、もう、え、あと50分くらい話さん？そんな話す？大変やろな、編集。いや、じゃあ行きますよ。はい。はい、では。新ビジュこちらになります。ドン、わあ、でもちょっと違ったけど可愛い、無邪気な学生感あるな。あのね、先輩の言ってることね、大体合ってる。いや、腕、頭の後ろで組んで欲しかったけど、これはこれでいいないや、いいでしょう、これ。これはこれでいいな。うわ、結んじゃって、あ、これゴムで止めてないでピンで止めてるタイプなんやね。そうなんですよ。しかもこのピンも、うん、僕のこの、もともとピアスでつけてた、あの、はい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 、はい、についてるんですけど、あれと同じデザインで。うわぁ、いいなぁ。ちょっと髪上げて。でも、ほんまに先輩が先ほど言ってました、あの、ちょっと生意気というか、ニシシとしてるような。うん、ちょっといたずら好きな顔してるよね。そう、してるでしょう。うん、してる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 。いや、わかってるなぁ、やっぱり。これいたずら好きでしょ。好きな女の子にちょっかいかけちゃう顔してるよね。かけちゃう、かけちゃうけど、正面でちゃんと喋ろうとしたら喋れへんタイプ。シャイなタイプのやんちゃな子だね、だいぶ。表情いいね。
片目閉じてるっていうのがこれまた。うわこれあざといね。あざとさ。これファン増えちゃうんちゃうちゃうんちゃう。いやもうちゃうんちゃうんちゃうんちゃう。でも中これやからな。中それだからな。中すいたらただのうるさいわがままくんだけど。おい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 。ちょい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 。一緒。あええ。一緒。一緒やから一緒にできてる。一緒にできてる。ルイとも共鳴してる。ルイともルイとも。いいなこれ。いやありがとうございます。本当に今回はその学生制服っていう感じで、まあ僕の場合こうちょっとお茶目というか、うん、やんちゃなテイストで仕上げてもらいましたが、もちろん僕だけじゃなく残り3人もありますので。うんえ、みんな学生さんってこと？あ、そうですそうです。あ、そうなの。青いムーブ先生とかじゃないんだ。あ、違います違います。いや、あの肩幅じゃないんだ。それがしみたいな。それがしじゃないんだ。何がしみたいなんじゃなくて、ちゃんと同じ学年で。いいね。全員かぶりついてみるわ。かぶりつく。かじりついちゃう。骨の髄までしゃぶりつくぞ。逃げてください。へこめたま。しじる、あ、おいしい。使われるからね、そんなこと言ったらここ。どう使われるんだろう、これ。これふざけてるの全部カットかもしれない。はい、というわけで、先輩にですね、僕の新ビジュを見ていただきました。めっちゃよかった。ありがとうございます、うん、他のねメンバーの新ビジュもあるのでぜひぜひ楽しみにお願いします。ではでは本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも米玉です。今回米玉の新キービジュを見てもらうのは、はい、ゴルチンください、褒めてください、みんなのめっこきビジュのテラテラテラです。イエーイ、よろしくお願いします。パチパチお願いします。いよいよイエーはい、今回はテラちゃんに来てもらいました。はい、どうも。テラちゃんはな、もともと一緒にエペしたりとか、うん、それこそフォレストしたりとかな、うん、よくコラボして遊んでて、また近々フォレストできたらいいなみたいな話もしてるから楽しみにしててほしいっていうところで、うん、まあ今回ね新キービジョンをテラちゃんに見てもらおうと思うんですけど、うん、ぶっちゃけさ、どんなキービジュ来ると思う、うん、こんなん来そうみたいなある？こんなん来そうか。まあ、今なんか、うんうんうん、何あれジャケット着てるから、はい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 、はい、ジャケット脱いで、うんうんうん、短パンに短パン、はいはいはい、キャップかぶって、うんうんうん、腰に二丁拳銃を持ってスパパパパーって、あ、二丁拳銃できた。なるほど、ね、身軽なスパイみたいな。そう、もう途中まで完全にもうあの某ポケモンのてってれてれれれれ。いや、初めね、うん、そう言おうとしたんだけど、ちょっとさすがに某どこかから怒られるかなと思って、まあ、まずかったらピーヨン入るからね。まあまあまあ、まあ、なるほどね、うん、服装するとガッツリ変わるね。確かに短パンって結構印象変わりそうではある。うん、で今大人っぽいイメージだから逆に子供っぽい。なるほどね、いいね、それもちょっと見てみたいかな。まあね、じゃあその予想が当たってるかっていうところでね。当たってるのでしょうか。早速お披露目をねしていきたいと思いますので、はい、じゃあ今回米玉の、新キービジュはこちらになります。ドン。おお、どう、いいじゃん。そう、今回の新キービジュなんとね、米玉の高校生の姿になるっていうね。ね、若いものになってます。めっちゃよくない？いいじゃん、かわいい。かわいい、うん、ちょっとハーフアップ良くない？いや、もうそこに気づくとはもうさすが。絶対髪型は変えようと思って。いや、よいよ。よいよな、これ。いや、最近高校生でしょ？そう。いくつピアス開いてるの？まあ。郵便にもつけて。あいやー。あいやー、ちょっと刺激強いか。ハンター。いや、でも可愛い。可愛い。うん。でも僕もめっちゃ気に入ってて、なんか。こんな学生おったらめっちゃ男前やんって思ってる。いや、いいよね。ね、爽やか、めちゃくちゃ、うんうん、ね、いや、もう表になるよこれは。表になりますねこれね。表になるよ、敵だ、敵だ、くさ、リア充だ、リア充だ、敵だ。あら、ちょっと風向き変わってきたか。ちょっとリア充撲滅委員会委員長なんで。ああ、なるほどね。リア充は倒さないといけないけど、多分ファンクラブ会長もやるわ。ああ、なるほど、兼任するんや、兼任する。なるほどね、なんかリスク背負いすぎちゃうそれ。なんか狭間で
戦う。なるほどね。こいつはリア充だから特別しないといけないけど見た目がいいって。何のドラマなんそれ。まあ今回の米玉の新キービジュということで、はい、まあ、ティラちゃんに見てもらったわけですけれども、うん、もう100点満点のリアクションをしてもらえてすごい。いや、よかったですね。そうでね、うん、まあ米玉がさ、うん、高校生の姿になったわけやんか。みんなで高校生ってことよね。まあまあお楽しみにってとこやな。他のメンバーの新キービジュも、うわ見たいなそれ。ぜひ動画見てもらって、わくわくこれは見るっきゃねえな。そうね、ちなみに全部めっちゃ良いです。うわ見よう。うん、全部めっちゃ良いっていうことだけはもう断言しとくわ。見よう。はい、ぜひね楽しみにしててください。はいはい、ではそれでは今回は、テラデラティラちゃんに、新キービジュのお披露目を見てもらいました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。はい、ということで今回白だしが声をかけさせてもらったのはメラ人類オハニート未来の世界のスーパーロボットベッチューバーのコマリニートです。オハニート、オハニート、ありがとう。いや、こちらこそありがとう。なんか誰に声かけようかなって考えた時に、うんうん、あのもう一人の人とあのニートちゃん、この二人やなって。嬉しい。そう、ニトちゃんとは今一緒にな、あのニトちゃんのチャンネルで弾丸論破の配信をしてて、うんうん、いやなんかこれからもないろいろ一緒にやっていきたいなって思った時に、ね、もうこれは絶対に声かけたいと思って、うん、嬉しい、ありがとう。え、ニトちゃんはさ、うん、私どんな格好になってると思う？どんな新ビジュが出そう？どうなんやろ。でもなんか前にね、うんうん、一緒欲しいよなみたいな感じの話を、うんうんうん、二人でした時に、うん、なんか言ってたのが、こう、戦闘服っぽい、うん、いいよな、合わせてるやつって、いいよなって二人で話してたから、そんな感じなんかなって思ったり。まあ確かに4人で戦闘、なんか戦い系のさ、うん、サイバーな感じの、そうそうそう、な服と武器とか持ってたらめっちゃ熱くない？いや、かっこいいよ。しかもね、あの、うん、結構黒いんだろう、みんな、あの、大会出たりとかも。してるから、うんうんうん、それに合うんじゃないかなとか思ったり。じゃあニトちゃんの予想はなんか戦闘服、ね、戦闘服、うん、ちなみに私の戦闘服ってなって、もし武器持ってるってなったらさ、うんうん、何持ってそうとかある？うわ、なんやろう、ちょっとなんやろう、むずいな。でもなんかめっちゃあの、うんうん、マジで僕の中でダスさんはめっちゃ主人公やから。おお、そうなんや。そうなんや。主人公やから、なんか主人公が持ってそうな、うん、はいはいはい、いっちゃん強えや、いっちゃん強えや。なるほどね、主人公って持ってくれてんや、嬉しいな。うん、ちなみにニトちゃんが、うんうん、あの戦闘服系なるってなった時は、うんうん、なんかちょっと武器は分からへんねんけど、なんか最初ポンやらかして、うんうん、で味方とか自分がピンチになった時に覚醒するタイプかなって思って。最初こいつ使えねえなみたいな。そうそうそう。ポンやらかすけどみたいな。今回ニトちゃんに見てもらうの、うんうん、私だけになるんやけど、うん、果たして戦闘服なのかどうなのか楽しみ。もう早速うわお見せしましょう。3、2、1、ドン。うわ、かわいい、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。いかがでしょうか。うわ、すっごいかわいい。いや、ちょっと、うん、なんかスカートなんじゃないかなってちょっと思ってたんよ。 あ、そうなん、すごい、うん、ちょ、後出しみたいだったけど。うん、いいよいいよ。めちゃくちゃかわいい。あと一番はマジであの、うん、シュシュ、おお、天才か。うん、JK じゃん。マジでさ、うん、文化祭の時とか走り回ってそうやもん。ポスター色塗ったみたい、次回、次回集合みたい言ってそうやもん。めちゃめちゃ張り切りよりやろうな、多分な。そんな感じがする。さすが可愛い。なんか表情もさ、うん、なんかいつもよりめっちゃ元気感が強くて、うん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 、ギャルまではいかんけど、はい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 、オタクにも俺たちにも優しい。俺たちにもすごい元気に話しかけてくれる。めっちゃなんか朝とかさ、
なんか、え、あ、コマネさんおはようって言ってくれそうやもん。コマネさんなんや。コマネさんおはよう。おはようございます。おー、すごい。多分そうなんやろうな。すごい、いいね。で今回さ、見せてんのは私だけの新しいキービじゃねんけど、これ他3人おるからな。うわーめっちゃ楽しみ、見たい。そう、ちゃんと葵も音符もお米も、うん、あの制服姿があるから、ぜひ楽しみにしといてもろて。はい。いや、めっちゃいい反応もらえて嬉しかったないや、マジで可愛かった。ありがとう。いや、今回私だけの新しいキービズやったけど、うん、こんもりニトちゃんに見てもらいました。はい、ありがとう。いや、こちらこそ素敵なものを見せていただきましたありがとうございます。いやいやいや、じゃあちょっとニトちゃんにはね、もうしばらくちょっと我慢しておらなあかんねんけど、楽しみにしといてもろて。はい、はい、本当にご協力ありがとうございました。こもりニトちゃんでした。ありがとう。 ありがとう。どうも、葵ムーブです。今回葵ムーブの新キービジュアルを見てもらうのは、酒どころあやかしの日本酒担当、あやかしえんじゅです。酒どころあやかしの果実酒担当のあやかしいちごです。同じく酒どころあやかしの甘酒担当、あやかしいのりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい、よろしくお願いします。はい、ということで今回はあやかしのね3人に来ていただいたわけなんですけど、はい、あやかしとの一番最初の出会いって、はい、俺がツイッターでエンジュに反応した、反発してきたんですよね言い方言い方ちょっとね、エンジュのツイートにね、そう、そうそうそう、誕生日が一緒で、あ、そっか、そう、で、うちにも緑がいるし、うんうんうん、でママが一緒やぞということで、うんうん、ちょっとこれはほっとけないでしょうということでね引用リツイートしたところ、そこから接点が生まれて、うんうん、今やねファミリーとしてコラボしたりとかっていう仲までなりましたけど、まああやかしはね今 YouTube メインでいろいろと、いや、マジでいろいろと活動してるわけないけど。そうがなくて。そうですね。みんなそれぞれ。そうね。まあ好きなことをやりつつも、3人でやるときもあるし、それぞれソロでやってることもあるしって感じやね。そうですね。3人共通のやってることとか、酒を飲むとか、ご飯を食べるぐらいですね。それぐらいですね。いや、一番需要あるけどな。ご飯食べて酒飲んでは。ちょっとね、ぜひね、まあ、この動画を見てくれてる人はあやかしのことを知ってる人も多いとは思うんですけど、まだ知らなかったよって人はぜひあやかしのチャンネルも見に行ってください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、早速僕の新キービジュを見てほしいんですけど、はい、見てもらう前に、はい、新キービジュの予想みたいなのがあれば聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか。薄着になる。なるほどね。あ、それはいいのも思ってた。肌を見せる。今だいぶねモコモコのパーカー着てるから、うん、確かに時期的に露出をする。水着か。そしたら水着か。水着やな。筋肉か。見せちゃうか。新キービジュで水着の筋肉か。筋か。筋か。見せちゃうか。楽しみ。色が黒くなるかもしれない。焼けちゃう。焼けてるって夏の男になるかもしれない。黒いムーブになっちゃうのか。黒いムーブね。なるほど。あ、確かに全員黒い嫌やろそれ、4人揃ってなんか日焼けして出てきたらギャルサーみたいないや、まあどうなんでしょうっていうとこなんですけど、はい、じゃあちょっと見てもらっちゃいますか。じゃあ早速見ていただきましょう。僕の新キービジュはこちらです。どうぞ。リアクション。あ、ロゴがついてる。やば、どうですか、どうですか。学生になった。やば、めっちゃ育ちよさそう。髪の毛サラサラ。めちゃめちゃ育ちよさそう。おもろいな。育ちよさそう。頭よさそう。頭よさそう。でもクラスを牛耳ってるよ絶対。あ、ね、裏のボス、裏で牛耳ってる。あ、なるほど、うん、このピアスが物が当たってるね、うん、確かにね、優等生にしてはちょっとあー、なるほどね。いや、ということで今回は黒ミドル高校の高校生の姿になりました。そういうことか。
ちょっとね顔も幼くて、いや幼くなってる、だからそうそう学生服着てるっていうわけじゃなくて高校生の時の姿になってます、うんうんうん、そう、あ、じゃあお酒飲めないの。そうなんよね。あ、なんかよしよしされてるな。そうね、未成年のはずよね、高校生やったら。じゃあまだお姉さんたちとねちょっと飲めないのは惜しいんですけど、実はねもう一つありまして、はい、もう一つ、え、こちらです。そう、実はねメガネ差分も書いていただきました。かわいい、メガネかけるとなんかかわいくなりますね。あ、ちょっとね、うん、ちょっとなんかメガネかけた方がやんちゃっぽく見えるの。本当だ、なんか遊んでる、遊んでそう、遊んでそう、遊んでそう、意外と遊んでそうみたいな。でね、4人並ぶと確かに遊んでそうって言われても仕方ないかもしれない。気になる。楽しみや、役みたい。一人だけ遊んでそうっていうことですか。いやいやいや、多分ね、陽キャグループなんじゃないかなみたいな。陽キャかよ。マジか、マジか。おかしいな、おかしいな。ファースト上位の人たちだ。いやっていうね、ビジュアルしておきながら多分中身変わってないから。うんうんうん、あの襟のところがすごい気になる。あ、そうやんね。後ろセーラーですか。え、すごい。あ、デザインがね、ワイシューついてるところ、セーラーっぽく見えるから。よく気づいたね。これ、うんうんうん、あの布がさ、ちょっとデザインが特徴的かなと思うんやけど、うん、これ後ろどうなってるんですかってビルゴママにね、聞いたところ、うん、あの後ろセーラー服ですみたいな。うわー、かわいい。そうなんだ。ブレザーでセーラーなの。ね、このデザインは完全にビルゴママの、センスですね。優勝、優勝。私セーラー大好きなんで、うん、これ、すごい。姉様が見たい、姉様のみたいな。ただね、ちょっと他の3人がどんな格好してるかはまだわからないので、ちょっとそっちのねメンバーもぜひお楽しみに。楽しみです。はい、ということで、今回は酒どころあやかしの3人に僕の新キービジュを見ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで後編はこちらの皆さんにご協力いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、新しい試みいかがでしたでしょうか。今回参加してもらった VTuber さんはもちろん、うん、リスナーさんももちろん、なんかみんなに楽しんでもらえることっていうのを考えた時に、このリアクション動画を思いついてやろうかってなったんやけど、そうやね、なんか私たちもすっごい楽しかったな。あー、そうね、楽しかった、楽しかった、すごい楽しかったよ、うん、めちゃくちゃ新鮮やった。あ、そうね、そうね、確かに私たちの活動って配信がメインで、リアルタイムをお届けしてる感じになるんやけど、ね、今回はな、ね、収録ちょっと緊張したりとかな、うんうんうん、いや、めちゃくちゃしたよ、興味が。声かけるところからめちゃめちゃ緊張したよ、うん、なあ、まあ、しかもレックボタン押したらさ、なんか、うん、はいみたいななるよな。そうそうなってるなってる。みんなに楽しんでもらおうって思った結果、こっちもすごい楽しくて、あの、うんうん、動画の方もこんな感じでどん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 盛り上げていけたらなっていうのを考えてますので、楽しみにしていてください、はいはい。で、最初にも言ったんですけど、この動画は前編と後編に分かれてます、うん、はい。で、この動画は後編なので、前編ぜひ概要欄の方から何回も見てもらって、うん、そうやな、ぜひ繰り返し見てください。なんかみんなに愛される企画というか動画になれたらなって思ってます。本当に今回あの協力してくれた VTuber の皆さん、見てくれたリスナーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、おつみだろー。